はい、萩さんです。今ね、萩さん秩父に来てます。あの秩父の、ね、ミューズパークのね、イチョウの紅葉がね、かなりもうメッカなって最盛期という形だったんでね、ちょっとそれをね、この自転車とともにですね、見に来たという、そういうような塩梅ですね。かなりね、混んでます。こちらも結構混んでますんで、なかなか駐車場を止めるところは難しいんですけど、なんとか見つけましたんで、この愛車とともにですね、サイクリングロードとしましては3キロほどあるみたいなんですよね。まあですけど、まあまあその3キロって大した距離じゃないので、本当にファミリーで軽くスーッと走るような、そんなような感じだと思うんですけど、まあ綺麗なイチョウを見ながらゆっくり休みの日の午後を楽しめればななんて思いまして来た次第でございます。ミューズパークは本当はあんま来た時ないんですけどね、まあ四季折々いろんな遊びことができるような、そんな公園になっておりますので、まあ本当に家族連れから、ね、この時期ですので写真撮られる方とか多いような感じなので、ちょっと行ってみましょうか。これは素晴らしい。これは綺麗だね。いろんな人がいますね。いやー、自転車楽しい。代わりの自転車も借りられるみたいですね。3キロのサイクリングロード、わあ、これは綺麗だ。のんびりぐるぐる回るのもいいですよね。いやー、綺麗だ。これはいいね。この秩父のミューズパークなんですけど、秩父市と小鹿野町にまたがる緑豊かな長尾根丘陵に位置しています。約375ヘクタールの広大な敷地の中、スポーツの森ゾーン、音楽の森ゾーン、文化の森ゾーンに分かれていて、それぞれのゾーンは全長約3キロのスカイロードでつながっています。このスカイロードが自転車はじきさんが走っている場所になります。ちょうどここ今音楽のところですね。音楽の森ゾーンのところ、いろんなコンサートだったりとか野外コンサートとか開かれるところですね。右側のところなんですが、いやー、でも本当にね、この時は人が多くて素晴らしかったですよ。いや、人が多いですね。このミューズパークはですね、雲海スポットとしても有名なところになります。最も発生率の高い時期は11月で5割近く、次に4月で2割強となっています。それ以外は1割前後なんですね。で、日の出から朝7時ぐらいまで気象条件によって前後しますが、出る可能性があると。
こちら行った時ね、夕方だったんですけどね、非常にですね、あの日の光がいい感じ、いい感じというか横から入るような感じでですね、綺麗でしたね。あの写真をいろいろね撮ったんですけど、ね、なぜかね携帯の調子が悪くてね、全然ね写真の動画の画像が残ってないっていうので、かなり残念な形になってしまったんでね、今回はですねこの動いてるところ動画のみの形にはなっておるんですけど、それでもねその伝わってくるイチョウのね落ち葉とのついてるものの美しさっていうのは伝わるかなと思います。本当にね黄色が鮮やかな感じですね。やはりあの紅葉を見るっていうのは朝か夕方のどちらかですね。あ、ここでおしまいってことか。なんだ。ちょうどね北口のところまで来ました。南口から北口まで3キロ。いやあ綺麗ですね。本当にのんびり自転車をこうやって動かしてるのはとてもいいですよ。気分がいい。いいカメラみんな皆さん持ってますね。本当にすごいな。あきさんは動画です。いやー気持ちいい。3キロなら全然疲れないですけどね。いや今年は自転車買って大世界ですね。本当にこういうところをこうやって自転車でサイクリングができるなんて非常にいいですよ。わあ綺麗だ。少し撮っとくか。今日はね、登って降りてってやってきました。まあ、計6キロですね、軽くパパーッと走ってきたんですけど、いや、気分がいいですね、本当に。もう逆に上りと下りなんで、すごく下りの方がすごい楽だったんですけど、こんなにね、ちょっとね、曇ったりとかしてるんですけど、カメラで撮ると本当に青空が綺麗に撮れますので、すごい高いカメラを持ってる方も何人かいらっしゃいましたね。いや、素晴らしい。まあ、午後のひととき、こうやって、ね、ちょっと近場というわけではないんですけど、そういう形でね、サイクリングできるところなんて、すごくありがたいなと思いながら、ちょっとね、どっか近くの温泉でも入りながら帰りたいなと思います。それでは。